はようございます。旅するバスケットマンです。最終日の朝はホテルから歩いて地元のローカル市場へ行ってみようと思います。ちなみにここは僕の泊まったホテルの目の前にあるロイヤルインディペンデンスガーデンという綺麗に整備された公園です。別邸とはいえなかなか立派な佇まいですね。この辺りは歩道もきちんと整備されていて美しい街並みです。まるでワイキキの通りみたいな雰囲気があって、正直カンボジアの印象が変わりますよね。歩いていても気持ちいいです。そしてなんというか街の人たちの表情が穏やかなのが印象的です。チョムリアップソなんだか良い雰囲気の売店がありますね。こっちは食事もできるみたいです。売店が多いと思ったら、どうやらここは学校の前みたいです。みんなノーヘルで二人乗りして青春だな。日本にはなくなってしまった自由な空気がこの国にはあるのが羨ましく思います。美味しそうなので買い食いしてみます。本当は一口売りだったんですが、そんなにいらないので二切れだけもらいました。いただきます。うん、素朴な味ですがほんのり甘くて美味しいです。市場に近づいてきてだんだんお店も増えてきました。あ、これは一昨日の夜に見たフィッシュマッサージと同じような水槽ですね。と思ったら、ここはもうパブストリートでした。この辺りも夜と朝ではまた全然雰囲気が違いますね。そろそろこの辺りに市場の入り口があると思うんですが、見つけました。ここがオールドマーケットです。いきなり野菜が所狭しと並べられています。こっちは魚ですね。と思ったらすぐ隣で偽ブランドのバッグが売られたりしていて面白いですね。まさに地元民の台所って感じだな。こっちでは豪快に魚をさばいています。Thank you.
やっぱりその国の本当の雰囲気を知るためには、ローカルの市場に来るのが一番ですね。うわ、こっちでは鳥が逆立ち状態ですね。南国らしいフルーツはどれも新鮮で美味しそうです。こんなところに犬がいました。ここはヌードルやぶっかけ飯みたいな丼が食べられる食堂みたいです。働いている人もお客さんも女性ばかりですが、すごいにぎわっていますね。おお、洗面器に入っているっていうのはすごいですね。それにしても売っているものはどれも新鮮です。あ、またさっきの犬だ。こっちは日用品の雑貨売り場ですが、まるで昭和の時代の商店街みたいです。可愛い子がおいでおいでするのでついてきてみました。お母さんと一緒に店番してるんですね。こっちにも小さい子がいました。この環境で暮らしていたらタフで元気な子に育ちそうです。肉や骨のおこぼれに預かろうとしているこの犬もタフです。それにしても何がすごいって、こんな生肉を売っているすぐ横で貴金属のアクセサリーを売っていたりするんです。これなんて内臓ですもんね。というわけでローカルの市場を楽しく見学しました。やはり異国のことをよりよく知るためには、観光名所に行くだけではなく、地元の生活が垣間見える場所へ行くのが大事だと僕は思います。こののんびりとしたターミナルも見納めです。帰りも飛行機好きには嬉しい置き止めです。この歩いてタラップに向かうのが本当に良かったんですよね。ちなみに帰りもまずはシンガポールまでのフライトです。最後までご視聴ありがとうございました。
この動画を気に入っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。